エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。
こそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
私シラミネノキア、よろしく。じゃない遅いよ、何してたのよ。こんな危ない場所で一人きりで待たされる身にもなったよね。ブルーボックスはまだ来てないのかって？ふん、来てますよ。来てますが何か？ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつそういうとこあんだよね、自己中的な。イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし怖くともなんとも。恨めしや。ドアショア！ちょ、ビビりすぎだっての。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったくチキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。うわっ、そのこんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つうか初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。ちょ、自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。でお宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか人っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。え、何これ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だなナビットってやつ。デジモンキャプチャー？最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。お、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。え、デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。じゃあ私たちハッカーになっちゃったわけ？そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。
ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。何よそれ。逃がすかよ。なかったじゃん。どうしてこんなのが。これもハッカーの仕業。先へ進めってこと。私たちを返さないつもりなの。どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もいる。
この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ、そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーの雛鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する持続的なもの、他人の財産や個人情報を狙い、アカウントを強奪するもの、自分の技術を磨き、ただ力を試したいもの、本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だと、ひな鳥どころか、まだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか、他の何者かになるか、それは君の自由さ。だが、経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果、デジモンキャプチャーを手にした。だったら、試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して、君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら、君の後ろにいるあれがデジモンプログラムだ。
せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。何？デジモンならいくらでもいる。すぐに代わりを見つけよう。少し待っていてくれ。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現してるとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。ん？追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には負えない。やめておけ。なんだって？君は追われたデジモンを気にしているのか？物好きだな。だがそれこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら君がバカを見るだけだからね。君がそう決めたなら好きにするといい。あとは女の何なんだ。丸腰で挑むつもりか？本当に物好きだよ君は。いや、ただのお人よしか。奇遇だな。僕もそれなりに物好きでお人よしなんだ。とか、まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出してプログラムを使いこなせ。準備はいいか？君もなかなかだね。
デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵はかえった。このそれじゃあ僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。創世記の遺物、忘れ去られた過去の残滓さ。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うといい。目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちていなければね。なぜ驚く？まさか彼から何も聞かされていないのか？なら僕から言うべきことはない。本人に直接聞いてくれ。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。
はガブモン。ガブモンくんにガブモンくんか。へんてこな名前だね。変じゃないもん。君こそ変な名前だ。ふんだ、変じゃないもん。あれ、うん、どうしたのかな。あたしのお顔がキュキュキャワすぎてフリーズしちゃった。なんだか懐かしい匂いがする。え、私、うん、それに安心する匂いだ。なんか照れちゃうな。ごめんね、あたしのエロカワフェロモンが仕事しまくっちゃってるみたいで。やっぱり君変だ。あ、もうどこ行ってたの。うわ、また怖い人。追いかけ回されるのはゴリゴリだ。逃げろ。ちょっと落ち着いて。この子友達だから。あー、行っちゃった。何だったんだろう、あの可愛い物体 X は。っていうか、あれ、君が連れてるその子がデジモン。あ、じゃあさっきのあの子たちもデジモンなんだ。けどそのデジモンもあの子たちも悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。凶暴な野良デジモンもいた？何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから。よし、いざ勝負。君がいてくれてよかった。
よし、いざ勝負。不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新たとも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。何今の。君も見た？またハッキング？もう本当なんなの？行こう。この先に新たがいるんだよね。なんだよ今の映像。子供？気味悪い。ちくしょう、なんだってんだよ。すげえ嫌な気分だ。ああ、いたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。
なんだありゃ、あれもデジモン。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。走れっつってんだろ。グズグズしてんじゃねえ。おい、強すぎるよ。僕なんでこんなに弱いんだ。モキアをみんなを守りたいのに。よし、ロックを解除した。ログアウトできるぞ。おいモキア、早く。でもあの子たちがまだ。わかんねえのか。足手まといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃあいつらはどうにでもなるんだ。おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ。いいな。ちょっと、あれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ誰が！刑事さんだ刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！逮捕すんぞ！ん？あ、うわぁ！なんだありゃ！どうなってんだ！うえ、キモ！キモいから逮捕！速攻逮捕！
面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おーおー、おい、待て、そこの車、止まらねえの逮捕するぞ。こらー、人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。話はできるか。それは良かった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解できていないようだな。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲でな。君の体は極めてデジタルな状態にあるように、まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したような。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするな、とは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたまえ。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。私が誰か。そうか、自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったな。君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたよ。すまない。私はクレン京子、しがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇烈な話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君はどこでログインしたんだ。君は今どこにいる。電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇る
クレイ探偵事務所。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリーセレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、半電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。適応するデータを取り込み修復すればいい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。なんだ、テレビがどうかしたか。こっちよ、飛びなさい。おい、どうした。おい、できるさあ飛んで。